即戦力のはずが消えた大物ルーキートップ4、第4位矢野隼人ベルディ、帝京高校時代には和製ロナウドと、称され将来を嘱望された逸材、そんな超高校級ストライカーは、ベルディに入団するも、出場機会をほぼ得ることができず、戦力外通告を受け、プロ生活で、1ゴールも奪えないまま、引退した、第3位阿部雄太郎がいなあれ鳥取、桐蔭高校時代から各カテゴリーの、代表のエースとして活躍した、ストライカー、鳴り物入りでマリノスに、加入するも当時黄金期のチームの、レベルに全くついていけなかった、その後は J2 のクラブを、転々として、2011年に、ひっそりと引退した、第2位平川麗路アッソ熊本、あの久保田脚下と同等の評価を受け、高校生プロデビューを飾った俊英、しかしその後のキャリアは、久保と麻薬の道をたどった、J3 や J2 を主戦場として一定程度の、活躍を見せているが、期待値には程遠く、これからどこまで、上り詰めるか見守りたい、第1位森崎義行です、市立船橋高校時代の選手権、決勝戦でハットトリックを達成、チームを初優勝に導き、自身も、大会得点王に輝くなど、明るい未来が、待っているはずだった、加入したジェフでチームの、スタイルに馴染めず、その後は J2 の水戸などに、在籍したが、わずか23歳で、引退となった、やっぱりプロで活躍するには、メンタルって大事なんですね。